しながら持ち上げる。できない。これが宮古島さ。いや大丈夫大丈夫。でさ、なんかもうここまで来たらこの最新型のパワービンド、ある意味パワービンド。いやそんなに力必要ないよ。ここまで来れば大丈夫。開けるの勇気いるね。これが一番最新型のタクシー。そうそう、あの未来の人は筋肉を使わないんです。確かにね、これ左肩すげえパンプアップした。これが宮古島です。これだけ直してくれっていうのも言いづれんだよ。いや、このままでいてほしい。売り上げないのにバカ野郎も自分でやれ。そこまで言うたらみたいな。関係ねえやろそれ。これパワーウィンドウに負けないぐらいパワーハンドルじゃない。それ どんだけぶっといの、そのハンドル太っ。ハンドルが太すぎない。いや、これはあれは前の人がこれ巻いたわけ。あ、巻いた。うん、なんか何で巻いちゃった。巻いたっていうか、ほら、あんじゃん、ハンドルのあのカバーを、うん、カーブしてあるんだから、ハンドル恵方巻きかっていうぐらい。どうで、宮古島初めてです。何回も。いや、僕あの、おじいがこっちの人なんで。あ、そうなの。はい。名前は、いつもお墓参り、上地です。いや、危ない危ない、ずっとめちゃめちゃ見る。いや、でも上地だろ。あの上地さん。はい、そうです。あの上地さんだって。だ、俺もいつかは宮古島の墓に入るから。あのように言っても貧乏しませんよ。内カビいっぱい焼いてる。いや、兄弟だ、火事になる。いつもだからお墓参りするときに内カビをいっぱい焼くもんね、こっちは。そうですよ、やっぱあの世もあるっていう前提なんだよ。その紙を焼いた分、あの世にお金を送るって意味なんだよね。そう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 、あの持たせてあげるとか、うん、いい風習だと思うけどね、うん、だって、よく言葉にもあるじゃないですか、地獄の沙汰も蟹次第とか。お、天国行きたいけど。亀井さんはそこでテレビでしか見たことないけど、はい、松坂選手とバッテリー組んでた。そうだ、あの高校の時ね。高校の時、うん、宮古も最近強いでしょ。宮古はね、はっきり言ってね、昔は強かった。一回惜しい時あったもんね。そう、今はあのみんな行っちゃうのか、出てっちゃうのか。それもあるけど、あの根性がね。根性。失礼ですけど、はい、おいくつですか。いや、40、今度で2になります。え、そんななるの。そうなの。失礼しました。とんでもない。え、お父さんは。いや、俺ほら、俺の子供みたいなもんだよ。え、俺68だもん。え、もっと若く見える。神さん、本当に、42。68に見えない、本当に。68です。髪の毛があるせいですよ。いや、後ろからもなんかツヤっぽいし、頭も少し弱いし。頭使わないからよ。いや、60代に見えない。みんな、こいつはお前頭使わねえからいつまでもハゲねえんだよ。いや、そんなことない。それ関係ねえんじゃねえの。それ言ったら俺もだからねえ。ねえ。私、ゆうすけのルーツでもあります、まあ、上地という名前がですね、宮古島の名前なんです。だから僕のおじいがもともとこちらの、沖縄県宮古島で生まれ育ち、そこから横須賀に来て、生まれたのがうちの父親である。だから僕の4分の1は宮古島の血が入っているんですけれども、まあ、元々あの宮古島にはね、上地町っていう名前があるぐらい、上地っていう名前は元々宮古島の名前で、でうちの親戚もみんな上地なんだけど、おじいちゃんが本土に行って上地っていう名前に読み方を変えて、てか俺いつの間にかなんだけど、あの上地じゃないからね、上地だからね、上地雄介なのよ。それね、みんなね、親戚の人とか俺がこういうお仕事をさせていただくことになり、上地って呼ばれるようになったよって、すごい親戚とかあの友人の方に言われて、上地だから、あのもみじと一緒だから、楓じゃないから、楓のイントネーションじゃないから、上地雄介だから、上地雄介じゃないから。いつもなんかそれを別にそんな細かいことどうでもいいんだけど、どうも、
どうでもいいと思ってたらすごくいろんな方に親戚とかね、上地雄介って病院とかいろんなところでも呼ばれるようになっちゃって、なんかの番組の時に上地雄介ってなって、で他の番組だと若い頃だと下の名前で雄介って呼ばれたりだとか、みんな気軽に下の名前で呼ばれることが多いから、番組をぶった切ってまで、すいませんイントネーションなんですけどとか、プライベートでご飯に行っても実は俺の名前なんだけどさってずっと言えなかったんだけど、俺上地雄介だから、上地雄介じゃないから、それすごい2021年一番伝えたいことかも。そんなことには全然誰にも会わないっていうのがいいよね。何にもないっていうのが宮古島の良さだったんだけども、本当に最近はリゾート化して、俺が若い頃は本当に信号も一つとかでコンビニもないし、もう今の感じが全く想像つかなかったのが最近だったんですけど、もう今みんなが知ってる、なんていうの、海が綺麗なアイランド、本当昔何にもなかったんだから、何にもなかったって言ったら失礼だけど本当に。でいつも親戚のおじいとかおばあが俺が来ると泣きながら迎えに来てくれて、で帰りも空港でも延々と泣いて最後ハグして帰るんだけどさ、で家とか行くとこうすっごい、もう申し訳ないんだけど、もう癖のある味と臭さのヤギ汁をその場でさばいて出してくれるんだけど、それを食べなきゃいけないのが辛かったんですよ。夏前なんですけど、30度近いの、26、7度、マジ。第一村人発見、上から見下ろされてる。はい。